番3、2。お疲れ。あれ、なんすか2人してこそこそ。面白い話ですか。俺を混ぜてくださいよ。でもねえよ、お前頼まれた仕事終わったのかよ。おはようございます。おはようございます。本日からカタツムリのレイのクランクインです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ゲストの皆さんの紹介したいと思います。まず、主演兼ゲストのコメンコくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと、春役の本郷舞さんです。よろしくお願いします。ガチ恋で電話のオンラインをやっていただけた。声だけでいいやつされさ。伝わる素晴らしいですね。香り役のゆぎはるこさんです。よろしくお願いします。で、ママ役で、コンソメ君が今回来てくれてます。よろしくお願いします。一応お芝居経験も小3の頃からあるママ役です。最年少です。最年少だけどママ役です。で、我らが馬面君です。あ、もう聞いてくれてない。ああ、モザイクかな。馬面君は今回クソな役ですね。いやもうぴったりですよね。悪意あるでしょお前。で、今カメラ回してくれてます。お久しぶりです。浅賀翔太さんです。翔太役です。唯一実名ですね。お願いします。本当、人名のボキャブラリー増やした方がいい。やっぱ態度の仕掛けが。一掛けはね、少々マッチく。マジで？マジで？こんなでかい声出すなよ。いやでも驚くでしょ。はるちゃんでしょ。高校卒業してこっちに来た。コメンコ、ごめん、翔太こっち。で、こっち。いや。あ、ついにさ、テーブルの上にさ、俺の財布あるから、そこから気づいたもの。でかい声出すなよ。あ、ちょっと緊張するわ。カメラでかいなとこれ。緊張するよ。もう緊張しちゃうな。もうダメだ。もう難しいね。やっぱり劇って、こうドラマとか、まあ。難しい。仮面ライダーやりたかった。変身。変身。やるっていうな。じゃあ撮っていきたいと思います。クランクインです。よろしくお願いします。あ、台本映んないよ。見ちゃいそう。じゃあとりあえず。マジで？で、あんまでかい声出さないまで続けてくれるとありがたいです。マジで？あんまでかい声出すなよ。よし。じゃあいきます。はい。本番3、2。マジで？あんま声間違えた。あ、大丈夫です。そこは一応ちょっと俺が声ミスった。あんまでかい声で話す。はい、もう一回続けていきます。ああ、声じゃん。あんまでかい声出すね。あんまでかい声だな。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあゲスト、馬面大先生のクランクインです。ああ、どう急に来るか。よろしくお願いします。面白いですかこれ。それ聞いてお前はどう思ったんだよ。からいこう。で、それ聞いてどう思ったんだよってセリフが聞こえたら松田君はその2秒後くらい。お疲れ様です。あ、もう任せるよ。ちょっと嫌なやつか。嫌なやつか。よし、じゃあ行こう。お疲れ。いいよ。一応アップ。先輩だけど多分馬面のこと苦手なんだろうな。俺は苦手なんだろうな。全然世代の違いすぎる人種のせいで。俗にあれですよね。僕の知り合いが俗に言うなんですかオカマですよね。そのオカマにマジで好きになっちゃったみたいで、これ例えばなマッツ・リングローブ。お前ふざけんなよ。ああ、ということで、お前ふざけんなよ、お前が言いました。お前が言いました。やめろって、お前落ち着け。何すか。何考えてんだよ。全力すぎる。お前何言い出したのか。お疲れ様です。はい、それでは、春さん役の本郷舞さんクランクインです。よろしくお願いします。ちょうど今日は回想のシーンからですね。今ちょっといい感じな。もう終わるんで。イケメンが採用してる仕事してて、じゃあいやお前画面何もしてないやろって。ハルさんは何もしてないやってるように見せてサボってる。クランクアップです。お疲れ様です。早い。早くないですか。早い。です。もう終わりですか？上坂はもう終わりです。これからあっち行くじゃないですか。あっち行ってなんですか？あっち行ってまあ見てみても帰ってもいいよ。帰ってもいいよ。見てる。今回はどういう役で？俺だったら全然友達になりたくない。いや友達になりたくないね。上坂が2度目の参加でしたね。ありがとうございました。お疲れ様です。今からねママ役をね、コンソメ君にユギさんがメイクをしてくれて実は本職はメイクなんですよね、ユギさんはね。違う。いつから本職だった。僕もこっちが本職なんで。あ、さすが。じゃあもう素の状態ですよね。素の状態ですね。勘違いを生んでる。素の状態。じゃあ和也さん。あ、お疲れ様です。じゃあ。はい、ユギさんがクランクインします。ちょっと待って、大事なこと忘れないですか？いや、今日どころかこの作品のもう主人公、影の主人公と言っていい方がまだ紹介を遅れてないですか？じゃあママ役のコンソメ君です。お願いします。もう見た目に反してすごいいい子ですね。真の主人公、馬津奈美桜君です。よろしくお願いします。どうも91%か馬津です。3番。3、2。難しいわね。あんた、好きな気持ちはまだちゃんとあるのよね。はい、OK でーす。意外と重要。おいしい役。ここ俺実は今から俺普通な役やってない。そうお疲れ様です。初日終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、そうですね。初日は馬津君がクランクアップで無事終了です。オラップです。それとママ役のコンソメ君もオラップで。あとメイク落とすだけだね。メイク落とすだけで終わりました。部屋の濡れ場と道のシーンですね。明日は大活躍が女性陣に行きたいです。お疲れ様です。1時間巻いた。すごい。お疲れ様です。お前大事なこと忘れてたの。何のことですか？俺クランクアップしとるわ。してるよ。俺じゃあ明日休んでいいっすかね。ダメで。手伝ってよ。もうなんか俺忘れ去られた。根に持つよ。多分今年いっぱい根に持つ。持つよ。しばらくいじるわ。はい、撮影2日目。おはようございます。ちょつまんね。本能出すから。あ、頑張って。お前今自分の首絞めたからな。今日は撮影2日目です。2日目はですね、自宅のシーンと道のシーンを撮ってっていう感じかな。今はとりあえず米子くんのチャンネルでアップするところを撮ってます。いやー、みんな俺彼女なんていないからな。好きな人もまだいないからな。いそう。好きな人ぐらいはいそうだわ。さっさと。この後ね、ゆきさんがね脱ぐんで。あ、ちなみに和也の家です。あ、そうです。緊張する。生活感が丸出しです。したら、かおりちゃんとごめんこくんがその扉を開けて入ってくるシーンなんですけど、ごめんこくん入りながら、どうしたの急にのセリフを言っちゃってです。はい。入ってきたら言って入ってきます。どうしたの？その時に。あ、こう帰ってきて脱ぎ終わったところで続きは本編へ。止まる。これ閉めて止まって脱ぎ始める。旅館の100円入れなきゃ AV 見れない古いテレビ。どうしたの？嫌なら断っても大丈夫よっていう。したら押し倒すだけに変えるから脱いでもらえるんですよ。自分もじゃあいっとくか。もうそれもうやるじゃん。あ、よしセーフ。ごめんハルコ、あ、ごめんこれやだ。丸腰ちょっともう一回脱ぐそぶりだけしてもらってもいいですか。実はまだ下来てましたっつってだからここでなんか俺この人をピックアップしすぎるの俺逆になかったかなあ。ごめんね。じゃあやってみます。脱いじゃっていいです本当に。今ちょっと脱ぐシーンなんですよ。目がエロいね。今回おかまのママとこのシーンを撮るためだけにこの作品を描いたと言っても過言ではないじゃあもうそのシーンだけピックアップして。それはもう AV じゃんそれはもうイメージビデオか AV だ。まあ3、2はい、オッケー。もう一回ごめんなさい、もう一回だけいいですか。あよ、かわいい。あよごめんなさい、一回じゃあここら辺まででいいんでスピードだけちょっといただいてもいいですか。よーい、はい。あ、それぐらいです、それぐらいです。ありがとうございます。さすがお前下乳フェチだなっていうやばいな顔じゃなくてブラにピント合わせるいきます。3、2はい、オッケーです。途中で止めるんで大丈夫です。あ、俺今取れてたよ。もう一回いきます。顔。私じゃダメですか。もう一回いきます。違い。お疲れ様です。どうですか。いやー、ちょっとやっぱり道のシーンが今回唯一の外でのシーンなんで、環境音がやばい感じですね。まあ大丈夫な時狙ってるんですか。それで。めんつゆくせえな。そこにめんつゆがねこぼされてた。というわけで湯気はるこさんがクランクアップしました。お疲れ様です。ありがとうございました。そうです。じゃあちょっとご感想などね。なんで。どうでしたか。いやでもなんか割となんだろう、もうちょっとなんかかかるかなって思ったんです自分でも。なんか意外とさらっとなんか自分でも撮れる。ああそうだね。意外と今回はさらっと撮れる。あれなんですうちの照明をよくやってくれてるユーキャンっていううちのアイドルがいる。アイドルのこのお前だけやろ。俺はアイドル。ユーキャン見てるよ。ゆうちゃん。なんだこれ。わかんないよ。いいからほら閉めて。ゆきはるこさんですね。はい。ツイッターも下に載ってあるんで。ありがとうございます。お疲れ様でした。多分コメンコくんの流れのやつを。あ、ごめんね。だいぶ。多分コメンコ君が言ってくれることは私と同じ気持ちだと思う。それじゃあだからそれを聞く前に私からも言わないといけないことがあるんだけど、それを聞いて決めてくれるかな。うん、私ね男だったんだまで行きたいです。結構長いですね。俺は別にいい。うん。大丈夫ですか。私も色がいい感じになっちゃった。大丈夫ですよ。それじゃん。だから私からも言わないといけないことがあるんです。はい、ちょっと電車ストップで。私ザーザー。えなんだって？なんだって？俺じゃねえし俺走りたくないんですよ。それです。じゃあ向き合ってる形から本番3、2ありがとうございますということはだいぶ本当に本当にあ、これ違う台本だったわ。またかよ。うっそー。早くして。充電やばいんだよ。はい、なわけで、かぎゅうの憂い、カタツムリの憂いがクランクアップです。お疲れ様です。終わった。はい、じゃあお先にですね。はい、こちら春役のですね、本郷舞さんです。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、なんかかなか映像はやらないので、うん、ちょっと緊張しました。でもありがとうございます。とんでもないさんのいい作品になればしてください。してください。してください。はい。はい、そうですね、ゲストのコメンコくんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあどうでしたか。いやもう本当に。もう俺のせいでもう神々で本当に。なんだよ。いや本当に俺マジでまあ脱げよ。あ脱ぐか。まあそういうことなんでまあいい仕上がりできれば本当に。そうですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。あはい。また皆様ぜひぜひよろしくお願いします。はい。それではかけるフェア最後は最後のシーンで終わるといういい感じの終わり方ですね。珍しく。はい。ありがとうございました。また次回。お疲れ様です。編集したくねえな。バイバイ。バイバイ。さっきは行きたいって言ってたじゃない。だからもう仕事行った方がいいよ。金入んだからもう。前が働けんだろ。めっちゃ金で聞いてるよ。